うもナオチンです。スターオーシャン2体験版やっていきます。11月2日の発売なんですけども、体験版のデータをそのまま使えるみたいなので、ここである程度進めておきたいところですね。それでは行きます。プレイ時間は3時間までという制限があるので、どんどん進んでいきたいと思います。どこまでいけるかな。ではまずは序盤で入手できる玉手箱を使って強力な武器をゲットしましょう。そしてその後レベル上げですね。ガシガシいきましょう。あ、ここまでなんだ。3時間じゃなくてここクリアすると終わりか。あ、そうなんだ。戻ります。これ3時間っていう縛りもあるし、クロス洞穴をクリアすると終わりっていう縛りまであるのね。わかりました。ということで、ミッションをクリアして玉手箱ゲットしてきました。この玉手箱で、強力な装備をリセマラします。何回ぐらいで出るかな。はい、ダメ、違うな。おお、来た。いやー、でもなー、それではリセマラ終了です。これでどうだろうか。マーベルソードとライトウィップ、この2つで、もう1つはこれなんだけども、全部装備にしようとするとまだまだかかりそうなのよね。なのでここでちょっと終わりたいと思います。で、あとはお金稼ぎだな。今3万8000持ってるので10万ぐらいは稼ぎたい。それではお金稼ぎも終了ですね。113,000、これだけあれば序盤は全然大丈夫でしょう。で、あとやることっていうと残り1時間ぐらいなのよ。1時間ぐらいでチャレンジミッションの、未達成のところを1つでも多く達成するようにいきましょうか。いくつかしかいけないと思うんだけどね。まあ、とりあえずそれをなんとか頑張ってみましょう。ということで、スターオーシャン2リメイク、11月2日の発売となってます。発売しましたら、どんどん進めていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。